はい、こんにちは、達郎です。いや、今日は、今日はというか、僕の中で、自分がやってることの変化がちょっとあったので、お伝えしようと思います。僕は、沖縄ビレッジっていうのを運営してるんですけれども、沖縄ビレッジっていうものを知ってるけど入ってないっていう人も結構いらっしゃると思うんですね。で、この沖縄ビレッジって、来月で運営して丸2年経つんですよ。で、この2年経つ沖縄ビレッジが、どういう片鱗を経てき、あの、奇跡を経てきたかのかっていうののご説明と、今どういう風になっているのかっていうのについて、ちょっと僕が今日すごい心動かされることがあったので、お話ししようと思います。沖縄ビレッジができたのは、もう一昨年の2月なんですよ。で、最初できた時、沖縄ビレッジがじゃあできました、運営を始めますってなった時、集まった人たちはどんな年齢層が多かったのか、どういう人たちが、どんどん集まっていったのかっていうと、20代前半、20代後半という年齢層が非常に多かったんです。20代から30代前半ぐらいまでかな、がものすごく多かったわけです。で、当時僕はオンラインスペースとかいろんな言い方をしてたんですけれども、中の雰囲気としては、サークルっぽいというか、オンラインコミュニティっぽい雰囲気がやはりすごく多かったんですね。で、僕はそれは悪いとはもちろん思ってなかったですし、楽しかったんで、それはそれでいいものだと思ってやってたんですけれども、やっぱそのコミュニティっぽいものっていうものでどんどん大きくなっていくと、トラブルっていうのはもちろん起こるわけです。どんな状態でもトラブルはありますけど、例えばその内輪揉めばっかりしてるように見えるって言われたりとかね。あと、その若者なんでどんどん前に出る人とかがいっぱいいるわけですよ。じゃあ、その前に出る人とその周りだけで盛り上がってるように見える内輪揉めっていうのがすごい問題になったりとか、あとはその中で彼氏彼女できる人できたりするっていう、その何です、あの結構深めのところの人間関係、恋愛が発展したりとか、そういうものが、トラブルをあのが発生したりとかっていうのが、若い人間が集まり、その若い人間が中心となって作り上げていくコミュニティ的な要素、サークル、部活みたいな要素が非常に濃く多い、ゆえのトラブルっていうのはもちろん多くて、それが当時の沖縄ビレッジだったんです。で、時間が経っていってどうなっていったかっていうと、中でできることが増えていったわけですよ。例えばそれぞれが、何かサービスを運営していたりとか、沖縄ビレッジが沖ビレハウスっていうゲストハウスを運営し出しますよとか、沖縄県内のホテルとか、ヴィラとかと提携して安く泊まれますよっていう風な優待をつけたりとか、そういう沖縄ビレッジに入っているからできることみたいなことが、増え始めたわけです。で、それが増えていって、コミュニティっていうよりも、本当にオンラインサービスなんだなっていうような認識が非常に強くなっていったんですね。オンラインサービスだ、ここは。オンラインプラットフォームなんだ。そういういろんなサービスを享受できたり、その中で人間関係を形成できたりする、プラットフォームツールなんだっていうような認識が周囲に、つき始めた。で、この2、3年目に入ろうというところで、その昔、コミュニティとして盛り上げてくれていた人たちであったりとか、サークルっぽく楽しんでくれていた人たちっていうのは、いわゆるその沖縄ビレッジに入って目的っていうのを完遂し始めるわけですよ。達成し始める。その目的っていうのが、友達を作りたいとか、沖縄移住についていろんな人にいろんなことを聞きたいとか。で、実際沖縄移住したいっていう人が支持の準備段階で入るとかね。そういう人たちが目的を達成して、沖ビレをね、卒業することが増えるわけです。これ結構僕ね、去年もそうだし、今年もそうなんですけど、1月ってね、多いんですよ。で、そういう人たちが、卒業していくとどうなるかっていうと、若さで作られてた熱気、わー楽しいっていう熱気はほどほどになって、その代わりに上がってくるのは、落ち着いたコミュニケーションとか、落ち着いたやり取りで情報の共有で、サービスをみんなで提供したり受けたりするっていう、オンラインコミュニティではなく、
オンラインプラットフォーム、サービスとして利用する人っていう層がすごく厚くなってきて、この中にいろんなサブグループがあって、若い人同士で絡めるところとか、なんかマリンスポーツが好きな人同士で絡めるところがあって、コミュニケーションのを作るっていうのも 今まで通りずっと続くんですけど、それよりもプラットフォームとしていろんなサービスを享受する場所、いろんななんかこう利益を分配してメリットを作り出す場所っていう要素が強くなってきたんですねっていうふうに思ったんです。で、最近その沖縄ビーチずっと昔からいてくれてるその年長者の人たちにそのと話していて助言とかいただいたりしたのは、あ、じゃあこっから本当のサービスだねみたいに言っていただいたんですね。僕はこれを言っていただいた時に、ああって思ったんですよ。要はどういうことかっていうと、この2年の期間は言ったらこう黎明期という、黎明期って言い方は間違ってるか、創業期というか、まだ沖縄ビーチっていうものが形があやふやというかふわっとしていて、どういうものがオンラインサービスとして有効的なのかっていうものがわからない段階で、若者たちの熱量で作り上げていた時期だと。それがそういう年長者の方からとか、大人の人から、意見をいただいたところ、その時期ってもう終わるんじゃないっていう、僕もうっすら思ってはいたんですけど、その作り上げる段階ってもう終わったんじゃない、ここからは中を充実させていってサービスとして利用しようと思っている人っていうのをがどんどん増えてくる、そういう時期なんじゃないと。で、まあ、その証拠というか、その兆しがちょっと見えているなって思うのは、沖縄ビレッジに入る人、最初の1年とか、1年半とかって、僕の YouTube とかを見て入る人がもう9割だったんですよ。これが今どうなってるかっていうと、自然検索っていうのが一番多いんです。要は、Google とか Yahoo とかで、なんか沖縄移住とか、沖縄移住、なんか、コミュニティとかで調べて、入ってくる人たちが一番多くて、その次が僕のインスタ経由の人なんです。で、インスタ経由で入ってきた人たちに話を聞いても、あ、別にその達郎くんがこんなことしてるんだ、達郎くんに会いたいと思って入ったわけじゃないよ、みたいな。複雑ですけどね。なんか、あ、こういうことしてる人が沖縄にいるんだ、あ、こんな言うな、こんな風なサービスがあるんだ、じゃあ、いいじゃん、使ってみよう。みたいな人が増え始めたと。そういう人が増え始めた。っていうのは、つまり、僕きっかけで入ってるわけじゃない人が増えたんです。僕これすごい嬉しくて。沖縄ビレッジっていうものがオンラインサービスとしてちゃんと一人で歩いているんだなっていう。それに比例して、そのサークル的に楽しんだ人たちっていうのは、なんかこう、なんだろう、仲いい人たちだけで集まって遊ぶっていう風になっていくんで、沖ビレっていうのは正直言うと必要なくなるわけです。だから卒業していくと。これはでも、必要な循環というか、こういうことがあっても、全然不思議じゃないなっていうのを、すごい思いました。うん、だから、最近ね、沖縄ビレッジっていうのは、やっとオンラインコミュニティっていうものから、オンラインサービスに本当になってきたんだなっていうのをすごいなんか、じーんと感じて、僕はずっとやりたいことは何だったんだろうとか、ちょっとうっすら考えながらずっとやってきた中で、自分がやりたかったことは、サークル的に盛り上がって若者だけで楽しめる空間を作りたかったわけではないんですよ。これはずっと言ってたんですけど。要は、老若男女誰しもが沖縄移住とか沖縄旅行とかをする上で、何倍にもその楽しみを膨らませるためのサービス、プラットフォームを作りたかった。それがやっと2年っていう、まあ下積みじゃないですけど、創業式を経て、ついにそうなってきたんじゃないっていうふうに、年長者の方にちょっと言っていただいて、なんか、ああ、なるほどって思ったというか、僕がここまで抱えてきたモヤモヤはこれだったのかなっていうのを、ちょっとなんかすごく今日というか最近、腑に落ちた一日でした。だから今沖縄ビレッジ検討されてる方も、なんか若者だけで盛り上がってるんじゃないかなって思われてる方もいると思いますし、なんかコミュニティっていういろんな人がいるとこ苦手だなっていう思ってる人もいらっしゃると思うんですけど、まあ一応沖縄ビレッジって初月無料なので、一度、まあ、見学感覚で一度ちょっとこう入っていただいて、あ、こんな風にできているんだ、こんな風にいろんなことができるんだっていう風に見ていただければ、オンラインコミュニティとしてではなく、オンラインサービスプラットフォームとして認識していただければ、僕は非常に嬉しいなと、思います。はい、
今回はね、その僕がやってきた沖縄ビレッジがちょっと次のステージに進んでいるのではないかというお話でした。もし沖縄ビレッジ少しでも検討されている方に届けば、非常に嬉しいなと思います。はい、ということで、今回は以上になります。バイバイ。